こんにちは、ドクターネックスです。今日もですね、復刻ガチャ評価いきたいと思います。本日はアンカバートゥルースのぞみガチャ。今回のガチャは、小説コラボガチャですね。その中でも、周平、こいつがおすすめですね。今回、目玉となっているのは周平アウラ、彦根の、解放バージョンなんですけれども、この中で特に今でも、大活躍しているのが周平。周平何が強いかって、強攻撃特化型で必殺技に衰弱持ちなんで、で、プラス全攻撃に弱体付き。弱体衰弱が入って必殺技のダメージがめちゃくちゃ出る。特にレイドでは、どんなレイドでも、周平と、ウリュウがいれば、ほぼみんな同じスコアが出せます。ものすごく早く終わります。っていうぐらいに強い。そして、グループバトルで非常に役に立っている時などもここにいますね。で、あとは今のレイドで役に立つ面々ですね。アウラは、無所属キラーで、あんまりね、無所属キラーのところであれば、敵が無所属の時は非常に強いんだけれども、正直あんまり結局使ってる人を見かけないね。無所属キラーだというところで、能力としては非常に高いです。20%、20%、40%、敵ガード無効、範囲アップ、1つアップ。非常に強力です。強いです。一番鍵が薄いのが彦根の解放バージョンかな。 20%、20%、40% アップ、範囲アップ、ヒットスアップ、で緊急回避がプラス2回です。で、技の死神への状態異常確率アップというところで、継承の試練で役に立ちますね。そうか、これ忘れてたな。死神、技死神への状態異常確率アップなんで、継承の試練ではこいつは光りますね。まあ、今回の目的おすすめは、ダントツ、周平。そして、グループバトルでめちゃくちゃ役に立つ時など。あとはバトルで役に立つ一角とかやるけど、まあ、一角はね、常設なんで。今回のガチャ。昨日出した動画、あやかしガチャは引かないで待ちましょうって言ってました。が、こちらはね、持ってない人は引いて損はないと思います。なぜならば、あやかしガチャはシーズナルと言われるもので、チケット、普通のこのガチャチケットでは出ないです。特殊なガチャチケットで、この中のキャラ獲得パスの、キャラ獲得パスガチャチケットではシーズナルキャラが出る可能性があります。なので、そうか、これ水着の宇野花さん出る可能性があんな。アリーナガチャが来てから、こいつ回してみたいと思います。みたいな感じで、シーズナルのキャラはこのキャラ獲得パスガチャチケットから出ます。なので、あやかしガチャは引かなくていいと言いました。今回の、この、小説コラボガチャ。これは、小説コラボガチャでしか出てきません。何言ってんだこいつはってなるかもしれないけれども、チケットでは 100% 出ません。そして、小説ガチャでない限りは復刻されません。おそらく、回が進めば、新しい小説の方のガチャに、こやつらも混ざってくるっていう可能性はあるかもしれないですけれども、基本的に、小説ガチャは小説ガチャでしか出てこないので、例えば6周年の時に、目玉が新しいキャラで、残りの目玉のやつらにこの小説キャラが来るっていうことはないです。
そこで来てくれたらみんな嬉しいはずなのに、そういったことはなく、常設のキャラかシーズナルのキャラが、入ってくるんで、この小説のキャラたちは今ここでしか言い過ぎだな、なかなか復刻されないので、このタイミングを逃すと次いつ手に入るかわからないというところがあるんで、もし上段の6体持ってないようであれば、これは引く価値があります。特に、しかも50個150個200個っていう消費霊力も少ないんで、まあとりあえず1回引くかぐらいな感じで、まあ20連だったらいつもより少ない200個で引けるしとか、そこら辺で引いてみて運試しするのも僕はありじゃないかなと思いますね。それぐらいに、周平時灘は魅力的です。バラガンね、僕全然出なくてね、ナックルバールが出るまではこいつが一番の爆死でしたね。はい、こんなところかな。周平はレベル1だったんじゃないかな。そうですよね、持ってないのよ。こいつレベルマだと相当強いんだけどね。あ、あ、そっか。この必殺技が衰弱と弱体がつくんで、本当に強いです。あと、そうか、これは赤は向こうの向こうになってるんで、極限強盗でも役に立つっていうところですね。時灘は、あ、ちょっと、入んなか。グループバトルのサブ要因に、敵を集められるし、バフあるし、非常に強力です。バーガンもね、使ってて楽しいですけどね。で、ハリブレ様もバフ要因で使えますね。下段の一番のハズレはキヨミセンタロウですかね。一角はバトルとかグループバトルで役に立ちますね。銀かっこいいですね。はい、なんとかな。眠たい。今回はここまでにしましょう。なので、あやかしガチャと違って、この小説コラボガチャは引く価値があると思いますんで、持ってない方は、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。今回はここまでです。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。